突然で恐縮ですが、うちの嫁はリンゴなど包丁で皮が剥けない笑いたちで、リンゴのシーズンになりますとこうして毎朝皮剥きマシーンと化しておりますと言いましても、嫌いな方ではなくむしろ好きな方ですので、パパリンゴ切ってと言われなくても自分から進んで毎朝切っております。このお気に入りの包丁は双子のマークで有名なドイツのツビリング J、 ヘンケルスのプロフェッショナル S という包丁ですが、なんかこう俺を使ってくれと、これまた立派な包丁差しのブロックから訴えかけているようで、また包丁差しのブロックから取り出しやすく設計されていて、包丁を使うのが苦にならない、むしろ使っていろんなものを切ってみたいと本能的に思うような、一言で言えばとても良い包丁です。ドイツ製品によくあることですが、重かったり動かすのに力がいったり、この包丁も最初はそう感じました。いちいちブロックに戻すのは面倒くさい、重くて刃にカーブがついていて普通の三徳包丁とは使い勝手が違うと、最初は少し戸惑い、 VHS ビデオテープの使い方マニュアルを見たりしたのは懐かしい思い出です。しかし使い慣れてくると、先ほどの感想のような気持ちになり、毎日でも何時間でも使っていたい。ドイツ製品って耐久性もあり人間工学的にも素晴らしいなと思いながら、このように切るプロセスを苦にならなく本能的に楽しむことができます。先ほど人間工学と申しましたが、ツビリングは1731年に創業ということで、人間工学という概念ができる前より料理人が主婦が使いやすい使い続けられるように、改良に改良を重ね続けてきた結果がこの包丁や包丁ブロックの角度などとなったと思っています。メルセデスベンツの車もそうですが、やはり長い歴史や伝統があり、何もないところから生み出してきた、使いやすいものになるように長い年月をかけ改良に改良を重ねた結果、このような形になった。この包丁にはそんな歴史や伝統に裏付けられたエピソードがたくさん詰まっている。切るたびに1731年創業当時のメルヘンチックな街並みの厨房でジャガイモや豚肉、そしてリンゴを切る、その感触に時空を超えて触れることができる、本当にそう思わせるとてもいい包丁です。